ホークビルはアメリカ海軍の原子力潜水艦、スタージョン旧原子力潜水艦の18番艦。艦名はタイマイにちなむ。その名を持つ艦としてはバラオー旧潜水艦78番艦以来に石目。艦名のホークビルはホークスビルの綴り間違いであったが、初代ホークビルからそのまま受け継がれた。ホークビルの建造は年月日に、 カリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所に発注される。1966年9月12日に寄港し、1969年4月12日にバーナード・エフ・ローダー夫人によって命名、浸水し、1971年2月4日に艦長クリストファー・エイチ・ブラウン中佐の指揮下収益した。ホークビルは船体番号が六十六であることから、 しばしば、悪魔の船ザ・デビル・ボート、または、デビル・フィッシュでボル・フィッシュと呼ばれた。ヨハネの目視録、第13章は、私はまた、一匹の獣が、海から登ってくるのを見た。それには、角が十本、頭が七つあり、それらの角には十の冠があって、頭には神を毛がす名がついていた。の一節で始まり、ここに、知恵が必要である。資料あるものは、 獣の数字を解くが良い。その数字とは、人間を指すものである。そして、その数字は666である。で締めくくられるが、マイケル・ディ・マーキュリオの小説、ボエッジ・オブ・ザ・デ・ボール・フィッシュでは、SSN-666 が、デビル・フィッシュと解明されている。1980年、ホークビルは、ワシントン州ブレマートンにおいて予定された、ロシン・オーバーホールを完了した。 乗組委員は、バンゴール潜水艦基地で待機していた。海上公務及び超音公務、ブリティッシュコロンビア州7位も、カリフォルニア州アラメダ、サンディエゴを訪問した後、ホークビルは新たな母校の真珠湾沖で浮上した。艦長には、フレデリック・クロフォードが着任した。1982年、ホークビルは、毎週のように、作戦活動に従事し、 西太平洋巡航で、横須賀、フィリピンのスービック海軍基地、香港、グアムを訪問した。1984年初めには87日間の、開評下の巡航を行い、巡航の終わりには、韓国の賃海市を訪問した。これらの巡航は、ジョージ・ロールター艦長の指揮下を行われた。ホークビルは単戦隊のスタージョン、急減視力潜水艦の中で最後に退役した艦と、 なった。1999年10月1日に原子力艦載利用プログラムに従って解体が始まり2000年3月15日に除籍2000年12月1日に作業は完了した。ホークビルのセールはアイダホ州アルコのアイダ科学センターに展示されている。ありがとうございます。